こんにちは、住吉たまきです。今日は今年の夏のメイクカラー青色を取り入れてメイクをしてみました。それではメイクスタート。CC クリームとフェイスパウダーは下状態から始めます。夏は特に化粧崩れをする時期ですが、 CC クリームの後にスポンジでポンポンすると崩れにくいです。まずはメイベリンファッションブローパレット BR3 番の薄い2色を混ぜて眉頭から眉山まで描きます。眉山から眉尻までは一番濃い色を使って描きました。その上にキスミーのヘビーローテーションカラーリングアイブロウ04番で眉マスカラします。次はアイメイクです。キャンメイクのアイシャドウ21番を使って上まぶたに青のグラデーションを作ります。まずはアイホール全体に白を塗っていきます。そして水色を目の中央から外側に二重幅の太さで塗っていきます。そして目尻に青色を入れていきます。私はこの色はちょっと薄めに入れてみました。今度はさっき使った白を使って涙袋を入れていきます。濃すぎると変になってしまうのでちょっと薄めに入れていきます。そして下まぶたの目尻から4分の1ぐらいのところに水色を入れていきます。この部分も薄めに入れた方がいいかなと思います。次は今回一番目立たせるアイラインを入れます。使ったのはロレアルのスーパーライナージェルマティックペン06番のターボターコイズです。画面の下の方で描いててすごい見えにくくて申し訳ないんですけど、とってもこれは描きやすかったです。あれ？フレームアウト。私は跳ね上げとかがあまり好きではないので、ちょっと長めに引いて垂れ目にしました。次はキャンメイクハイライター05番を使って T ゾーン、C ゾーン、頬の上、顎にハイライトを入れていきます。光と影、光と影。次はですね、影を入れていきます。ノーズシャドウとしてさっき使ったメイベリンファッションブルーパレット BR3 番の真ん中の色を使ってノーズシャドウを入れます。次はビューラーでビューン。次はラブチュールのピュアラッシュマスカラボリューム&カールでまつげを塗っていきます。次はキャンメイクマット&クリスタルチークス02番を使ってチークを入れます。今回はアイメイクを一番目立たせていて青色なので青みピンクを薄めに入れました。リップも軽めに仕上げました。リップバームを塗って最後にディオールのマキシマイザーで塗って終わりです。今回は青色メイクをやってみましたが、爽やかな感じの印象になると思います。ぜひ皆さんもやってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。パパ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 ツツツツペンペンポポンポンパンポポポポピピポポポポポポピポポロ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 。